自然哲学の数学的諸原理。自然哲学の数学的諸原理。自然哲学の数学的諸原理。は、アイザック・ニュートンの著書の一つで、ニュートンの力学体系を解説した書。1687年間、前3巻。古典力学の基礎を築いた画期的な著作で、近代科学における最も重要な著作の一つ。運動の法則を数学的に論じ、 天体の運動や万有引力の法則を扱っている。プリンキピアという略称でもよく知られている。日本語では自然哲学の数学的原理、プリンキピア、あるいはプリンシピアとも表記される、岡国尾役、春秋社、1930年や中野エンジン役、講談社、1977年等々。この本が出版されたきっかけ、同期としては、 エドモンド・ハレーとのやりとりがあるという。エドモンド・ハレーが1684年の夏にケンブリッジ大学を訪問したのだが、そこで惑星が距離の平方に反比例する力で太陽に引き寄せられると仮定した場合、惑星が描く曲線はどのようなものであろうか、とニュートンに質問したことだという。この質問に対してニュートンは楕円だろうと即答した。ニュートンはそれ以前に 自分自身でそうした計算を試みたことがあり、すでに答えを得ていたのだという。そして、ニュートンは1684年11月頃、ハレーに、回転している物体の運動についてという論文を、送付した。これを読んだハレーがニュートンにこの論文も含めて、ニュートンの力学研究の成果を出することを勧め、同論文は、プリンキピア第一巻の腰となり、1687年の、 夏頃、500ページ余りのプリンキピア書版が出版されることとなった。また、ニュートンのうちには、キリスト教的で神による秩序立てられた世界観を示そうとする神学的な動機もあったことも明らかになっている。いずれにせよハレーに勧められてから、書版印刷に至るまで、この書に傾けた、ニュートンの情熱、精進ぶりは凄まじいもので、18ヶ月で書き上げ、 この期間は食事も忘れるほどの極度の集中だったいう。1687年版に初版が出版され、1713年には第2版が、1726年にヘンリー・ペン・バートンが編集した第3版が出版された。原文はラテン語で書かれている。全3巻であり、それぞれの巻のタイトル及び要点は以下の通り、 全巻を通して数学的な道具としては原則的にユークリッドの言論を用いている。さらに展開の形式も言論を踏襲しており、氷論的な形式を採用している。最初に氷を示し、その氷を使って証明するというやり方で進んでいく方式である。当時、研究が進み始めていた微分、積分は用いず、できるだけ、 ユークリッド幾何学だけを用いて解説しようとしたため、非常に大部の著作になっている。これは、微分や積分などで、プロイセンのゴッドフリート・ライプニッツらとその内容を、絶対時間や表記法などで争っていたためと推測されている。ニュートンとライプニッツは時間の捉え方でも、空間の捉え方でも、しばしば見解が根本的に相違し、激しく衝突していた空間の記事も、 参照のこと。ただし、一部ではあるが、大数解析を用いている箇所がないわけではない。出版当時、非常に難解だと言われた。上述のごとく、諸事情により採用された数学的手法が複雑になっていることも一因であった。プリンキピアの出版により、古典力学の基礎が築かれたのであるが、その反面、ニュートンが駆使した数学的技法が複雑であったため、 自然哲学が一般の素人には近づきにくいものにもなった。第3巻で示された世界観はキリスト教用語のために活用された。ニュートンの友人のボイルの遺産をもとに行われるようになったボイル、レクチャーズという一連の講義において自然、宇宙が数学的に秩序立っていることをプリンキピアを用いて説明し、それにより神が存在していることが説かれた。 第2巻の抵抗のある媒出中における物体の運動は内容が内容であったにもかかわらず用いられた数学的道具がユークリッド幾何学だけであったことにより説明不足となっていた面もあった大陸側ではライプニッツの数学的手法を継承する自然哲学者たちがおりニュートンがプリンキピアで用いた数学的手法をライプニッツ流の微分析文学で書き換える作業を 行った。これにより、第2巻の抵抗のある媒質中における物体の運動は、当初ニュートンによって書かれていたよりも、かなり厳密に説明されるようになった。18世紀にはラグランジュが、ニュートン力学の後の力学の発展を総合し、解析力学1788にまとめることになった、解析力学、ラグランジュ力学、英語圏やラテン語圏では、 プリンキピアは古典名著の一つとして数多くの古典体系の中に入れられている。上述のごとく、ニュートン当時、プリンキピアは難解だと評されたが、現在でもやはり難解だと言われており、解説書、講義録をシカゴ大学の名誉教授であるスブラマニアン、チャンドラセカーやケンブリッジ大学のスティーブン・ホーキングが出版している。日本語では最初に掲げた 講談社以外にも、中央公論社、現、中央公論新社の世界の名著シリーズにも収められていた。チャンドラセカールの講義録の翻訳は、講談社から出版されている下の参考文献の節に示す。ホーキングの講義録は出版されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。